石田でございます今日は、えっと、コニカミノルタさんからお借りしているこちらですね。はい、よいしょ。ホッケー型のプローブですね。HL18-4 を引き続き使わせていただきたいと思います。今日は、えっと、画質をチェックしていきたいと思います。さあ、それでは早速、前腕で見ていきましょうかね。はい。で今深さは 4になってます僕がですねいつも前腕をの構造物を同定する時に好んで使う深さなんですけどもさあまず嬉しいのがこのきちんとこの細いプローブなんですけどもきちんと台形操作にたあの対応してるっていうことですよねこれ非常にありがたいです。でえっと、っと見皆さんわかると思うんですけどめちゃくちゃ綺麗ですね。 これ本当にもしかしたら L18 の4と画質変わんないんじゃないでしょうか今正中神経を真ん中に同定して追っていきますけれどももうちょっとこう近眼に行って円塊内筋のところ行きましょうか正中神経を真ん中にして円塊内筋が出てきた正中神経が円塊内筋の下を通るところですねああきれいですね戦争の方どうでしょうかちょっと えっとフォーカスを前部に、えー、持っていきます。一番浅いところに持って行って、正中神経ですね。あちゃんと小足支が分岐するところ出てますね。これ正中神経の小足支になります。ここもしっかり見えると。非常に浅いまあ十八の四なんで当たり前当たり前っちゃ当たり前なのかもし、まあ、れませんが。がこのサイズでもしっかりと十八の四のですね合体を継承してるんじゃないかなと思いますね。 すごいこちらは頭骨神経の戦士になりますねいやーすごいなその頭骨神経の戦士の上にですねプツプツっと見えますか皆さんもうちょっと見やすいところですここは頭骨神経の戦士のすぐ上にですねこのプツプツっと、えー、近畿神経じゃないかの収支のですね、えー、これですね、えー、外側線は非神経も見えます 動かしてみるとより、ね、はっきりとね、ここら辺、ぷつぷつというのが見えてくると思いますけれどもいや、ほとんど L18 の4と変わらないんじゃないでしょうか、ちょっと L18 の4にちょっと付け替えて、設定を同じぐらいにして見てみましょうか。よいしょ。じゃこれで、えー、普通のです、ね、この L18 の4のプローブですね、ちょっと白飛びしちゃってるかな、に、えー、持ち替えてみました。 さあこれでどうかなあちょっと待ってね。えっ、ー、とプリセットをあ間違えた動画保存しプリセットを同じしなきゃいないですね。今使ってたプリセットはですね、このホッケープローブ専用のプ,ロプリセットじゃなくて、いつも僕がこの普通の L18 のように使っているプリセットですね。ちょっと原因を高くして、で、えっ、ー、とフォーカスを浅いところに追い込んでもう一回見てみましょう。はい。これが の画像です。ちょっと暗いかなもうちょっと明るかったかなさっきどうで変わんないですよね変わんないっていうかむしろえむしろ向こうの方がきれいじゃないかっていうぐらいうんこれ小息子ですね、はい、で頭骨神経の方に行くとこれが頭骨神経の選手になります 神,秘神経のプツプツツここら辺に見えるんですけどねほとんど変わらないですね同じプリセットにするとむしろホッケー型の方がシャープなような気がしますさあそしてですねこのホッケー型の特徴一番の特徴その幅が狭いってことですねじゃあどのぐらいの幅までこの画面いっぱいにですねこの画面の端が映されるのかって見ていきたいと思いますまず L18-4 なんですけどもちょっと ここに当てるとまあこれこれでもいいか今ここのエコの横軸ありますよねでこれが端から端までがよいしょ僕の顔にします端から端までがですねえっと1ンチ2ンチ3ンチ4ンチ弱ですね3点3点 7ぐらいあ、ね、ありりまますすよねこれを浅くしていくとですねコニカミノルタの場合はですね残念ながらこう画面の端映っていかないんですねこういうふうにこう浅くしていくとこう画面の端がどんどん切れちゃうんですはいでどこで切れていくかちょっと試してみましょうかはい 4cm3.5cm3cm これでもういっぱいいっぱいぐらいかな。まだもうちょっといける。2.5で、えっ、ー、と、3センチのところで、映ってて、2.5のところで、端から端まで何センチあるかというと、1、2、3、2.5でほぼほぼギリですかね。ギリギリです。だ2.5センチよりも浅くすると、えっ、ー、と、例えば神経を選出したいときに2センチとか、 にすると、もう端が切れちゃってるんで、このエコーの端が切れちゃってるんですよね。だから、平行法で潜止ができないんですね。1.5センチとかにすると、もともと3.8センチ幅のプローブの真ん中2センチしか表示して,ないしてないんですね、画面が。なので、この端の方が表示されないので、平行法での選手が非常に困難になります。これがですね、この浅いところの末梢神経ですね。例えば、こういった 正中神経なんかですね狙っていきたい、えっときに非常に困難になる基本的に交差法しか選択肢がなくなってしまうんですねじゃあちょっと付け替えてみましょうかよいしょ保険型プローブに付け替えますまあ本当にあの軽くて持ちやすいですよねで、えっと、非常に細かいところなんですけども えっと、僕が持ってる L18 の4に比べると、ホッケー型のこの HL18 の4はですね、30センチぐらいですね、えっと、プロームのコードの長さが長かったです。まあ、だから、ちょっとばかし取り回しに有利なのかなと思います。さあ、これで今、えっと、ごめんなさい、またプリセットを同じ条件にして、ゲインを上げて、浅いところ線分、線部で、ここは今、画像を見るわけじゃないと思います。今、これ4センチです。 で、プローブの幅はですね、こっからここまでなので 2. 2.、2.6、2.5、ん ?1、2、2.5センチぐらいですね。じゃあこれ、同じようにですね、深度浅くしていきます。そうすると、どこまでいくかっていうと、よいしょ。2センチまでは余裕ですね。まだこの横に幅がありますので、さっき、あの、えっと、普通の L18-4 だと2センチのところでも、 えっと、端が切れたので、平行方できないんですけどこれだと2センチでこれ十分、平行方できますよね。はい。平行方で接種できると思います。で、もう一段階いくと、1.5センチ。これで、2.3ぐらいですかね。プローブ幅が2.6なので、1.5にすると若干、端が消えるような感じになります。 はい、まあまあ1.5までしなくてもいいと思2で十分この端があってしかもこのトラペソイドですね台形操作ができてですねあの戦死ができますのでこんなこんな感じちょっと下げますかよいしょこんな感じで戦死ができますしかもこのこういう持ち方でこっち側から戦死ができますので非常に戦死しやすいですねおそらくね神経がね。 はい、これはしかも画質が L18 の4とまあそんなに追い込んで使ってるわけじゃないですけど変わんないというですねこれは非常に素晴らしいと思いますちょっともうちょっとだけどっか見てみましょうかあっワンシンケーン係とか見てみましょうかよいしょ僕ら辺はもうここ僕らだとここら辺はえー、っと4センチぐらいにして見ていくんですが4センチでフォーカスはまあ いつも適当なんですけど、まあ、2センチ、一点五ぐらいでしょうかうわめちゃ綺麗ですねこれこれ左右反転してますかねちょっと画像が左右反転しちゃってこうやって持ちますかええー、綺麗ですねうわ見て見てこのこの強さ乳突筋のなんか筋の輪郭とかすごいですねで神経層はこんなふうにああ綺麗に見えますね5番6番7番まであの綺麗に終えてますよね いやあ、これはすごいなあ。まあ、ワンシンケースブロックとかだと、プローブ幅大きくて遠くから刺した方がいいのかもしれないんですが、いや、でも、こんだけね、ちっちゃくて取り回しと、戦死が楽ですよ、なんせ。まず、持ってる手がですね、ブレないです。軽いから。なおかつ、この、ホッケー型なので、こうやって持って、こっちから戦死するので、 本来のプローブだったら、ここに、よいしょ。こんだけ、あるじゃないですか。こういう風に。ここの部分が、視野がもう完全にオープンなんですね。なので、こっちから平行方で刺すときとか、めちゃくちゃ使い勝手がいいし、多分、交差法で選手の、交差法の方なんかはいいですよね。ほんと、プローブがちっちゃくて、ここの面とここの面が空いてますから。プローブをこう持って、 交差法で戦死しようと思うと、親指とか人差し指とか邪魔になるじゃないですか。これが。でも、あ、そっか。だから平行法だけじゃなくて、交差法の戦死にもいいんだ。こうだと、こうやってプローブ当ててると、戦死の時に、ここ開くじゃないですか。ここが。こんな感じかな。まっすぐ当てると。ここ開くじゃないですか。上からも下からも自由にさせます。ねこれいいですね。だから、 こう、交差法の精神の時とかどっちか開けなきゃなけないから、こうやってプローブ当てたりね、こうやってプローブ当てたりして、こう上から行くんだったらこうやってプローブ当てますよね、多分ね。僕あんま交差法やらないんでごめんなさい、間違ってたら。上からだったらこうやってプローブ当てていきますね。下から狙うんだったら多分こんな風にしてプローブ当てますね。これ結構無理がある姿勢なんですけども、このホッケー型のだったらもう上からでも下からでもこうボーンと当てて悪いですね。あとは上から刺そうが下から刺そうが、それはやる人のお好みということになるんで、 あこれはあのめちゃくちゃゃゃくいいんじゃないじなですかこのまずこのサイズがいいそしてシェイプですねホッケー型っていうのがいいそして画質がですねうーん今まで見た感じでは L18 の4と変わらないということでこれめちゃくちゃ臨床で使える1本になるんじゃないかなというふうに思っております、はい、というわけでですね今日はですねコニカミノルタさんからお借りしたですね HL18 の4 のプローブのです、ね、画質をチェックししてまいりました次回はですね実際に臨床で使用してですねその臨床の使用感とかですね実際に使用しているところのビデオとかもし撮れたら皆さんにお届けしたいと思います。はい最後までご覧いただきありがとうございました。